英会話スクール、イングリッシュパートナーズの清家薫です。役に立たないは英語で useless。え、useless は役に立たない以外にも使い物にならないとか脳がないという意味もあります。ちょっと性格の悪い例文を見ていきたいと思います。これ印刷しておいてくれる ?Can you print this out for me? 使い方がわかりません。I don't know how to use it. 心の中で useless。役立たずめ、ね。 脳がないやつね、みたいな感じに思うときに使ったりもできます。ちょっと性格悪いんですけど、私はちょっと瞬間湧かしきになっちゃうときにたまにこれを心の中で思ってます。<laughs> 役に立たないは英語で Useless。テレビドラマとかでも結構出てくるので覚えてみてください。